当社呪法の名親じゃあっち側に行くの無理じゃね。あの術式で当時や五条のところまで行くのは無理だって。地球一周くらいして加速してくれば強いんじゃね。パパグロレベルならいつか届くだろ。呪霊になって領域展開まで使ってマキさんに負けたしな。当時君は特殊バフ多すぎ、五条はいろいろとぶっ飛びすぎ。呪霊化してあっち側行けたとか喜んでたけど、結局ただ速くなっただけだったり、反則みたいな領域手に入れてこれはあっち側行けたかと思ったら、パパグロ筆頭にあっち側には通用しなそうだったり。言うても領域展開とその連動を上げるだけであっち側じゃない。呪霊な親と同じことが人間でできれば特級術師名乗れたと思う。アオン速ってまあ早いんだろうけど、この漫画の規模感で言うとちょっと微妙感がある。無加減抜くのはどう考えても無理だし、かといってパパグロ相手は覚醒マキさん以上に無理だろうしな。直屋が今の火車とか芸人見たら間違いなく嫉妬で狂う。領域性能はえげつないくらい必殺だからな。